ゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずは雷雨発生確率からご覧ください。赤色ほど発生の確率が高くなっております。東日本の山沿いから東北の山沿いにかけては赤色の高まっているところも多いです。今晴れていても雷を伴い雨が降る恐れがあるので注意が必要です。さあではこの後の雨雲の様子も確認していきましょう。朝の時点ではまだ雨雲発生していないところでもこの後時間を進めて見ていきますと山沿いを中心に雨雲が湧いていきそうです。特に午後の時間帯になるとエリアが広がっていきます。北海道では日高山脈周辺で雨の可能性がありそうです。洗濯物を外に干していらっしゃる方は特に天気の急変お気をつけください。以上ゲリラ雷雨情報をお伝えしました。